皆さんこんばんは。月曜夜8時のお楽しみ。ジミーと生かしたあいつ、いや。ありがとうございます。プラン。いやー、今日のゲスト素晴らしい。今日も素晴らしいゲストお呼びしてます。ババン。第112回ゲストは焼津のラッパーマイク・アキラさんです。やっ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 マイク・アキラよ。マイク・アン・キ・アン・ラ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 。ラッパーです。ラッパーです。素晴らしいです。ちょっと今緊張してあまり喋れません。いや何ですか。緊張してるラッパーってすごい珍しいよね。ちょっと私見てるんですよ。ちょっとね、いろいろ今日あって、これでもあの普通に話すのってあんまりないですよね。はいはい、そうですよね。やっぱりこういつもの感じでやっていただければ、やっちゃうんですか。ああ、早速やっていただきますね。はい、もうね、はい、もうすごいよ、震えるよ、もうねえ。はい、それじゃあ、トラック流していただいて、はい、あのじゃあ曲紹介とね、あのそのまま、マイクアトキとラでマイク・アキラでラストライド聴いてください。緊張する。今日は急ぎん着モードで来ました。I love you more than other Thanks for you are doing see あなたに届ける。Thanks for you, I've done everything あなたと言った愛。言ってくれ。あなたと言った愛。誰も言わないぜ。やめておけばよかった外れた道はサンライズ。やめてはいけない、そう直接は言わないけど、夢で見るシルエット尋ねかけると目覚め、くれた優しさすべて僕のため、選んくれた雨のせだめ、愛してくれるあなたのかけら遠くへ、山を越え会いに行けば切なく燃ゆる時間を過ごして、終われば幻影、悲しさなんて微塵にも満たね、ただ支えてくれる風のふわりと吹きこぼれた柔らかい柔らかい心地よさを持つ大人の心に、まだ無邪気になる僕、涙からして笑って Play out あなたに、自分のため幸せもっと掴むだけ、ラストエンドでラストチャンスつけてラストゴール。あ、皆さんありがとうございます。支配のない道 Last year 抜ける This is last life Thanks for you are doing see あなたに届ける、届け Thanks for you are done everything あなたと言った愛、あなたと言った愛、さまよってた触れたもうせと言ってた僕を、ああこんなにも尽くしてくれる、温めてくれる、ほわりと春の陽気にも似たあなたの心、ささいなメールの言葉で僕を高めてくれ、やる気にさせる、だから混ぜる混ぜて貸せる、やれるなしてどうして、そうやよ運やよ、どこ行っても包んでくれた、だからお返しをこの曲でありがとう、これからもよろとこうしてラップして実証する、病んでた僕快適に戻してくれた、期待通りになれたかな、僕は言うあなたのおかげ、行こうね冬の都、涙からして笑って Play us あなたに、自分のため幸せもっと掴むだけ、ラストネーム呼んでラストチャンつけてラストゴール会える、支配のない道ラストゲー抜ける This is last night
Yeah, clap your hands. Everybody, everybody just clap your hands. Mike Akira, last life, we gonna go in now. ヤイズシティ生まれのラッパー、ヤイズシティ、マイク・キラー。涙からせもゆてペイアーズ、あなたに自分のため幸せもと掴むだけ。ラスデム呼んでラスチャンつけてラスゴール会える。支配のない道ラスゲー抜ける。 This is last life。こんなにも成長したのはあなたのおかげ、これが答え。 This is last life。 ここで終わりです。すげえ、もうすごい、なんか、はい、まさに揺れてましたよ。本当ですか。焼津テレビ揺れてました。ありがとうございます。コメントもすごいっすね。コメントすごいっすね。あ、見てなかったっす。もうね、見てなかったっす。あ、これ友達、仲間がコメントするからって言って見てなかったんですか。いや、すごい、でもすごいっすよ。ちょっと、あの、ね、普段ドキドキ、普段配信してまして、はい、配信の友達です、仲間です。素晴らしい。集まって、はい、じゃあ、はい、トーク用のピンマイクにチェンジしましょう。いや、盛り上がって落としちゃった。今圧を拾うためにピンマイクあそこに置いてました。失礼します。トラックをピンマイクで拾うっていう。あ、よろしいですか。あ、よろしくお願いします。あ、じゃあこっちは切りますかね。はい、OK、はい、です。いや、改めまして、改めましてマイク・アキラですよ。素晴らしい。マイク・アキラ素晴らしいですね。アキラーノとアキランティーノと、アキュラとマキュラと、はい、マキュラはなかった、マキャラと、はい、マキュラいいですね。マキュラどうですか。マキュラこれからマキュラって書きます、いろんなの。素晴らしい。たまに使います、はい、もうね、焼津のレジェンドって言われますよね。すごいですよね。どれどれ、ね、ケイちゃんおす、あー、もうすごい、友達です、素晴らしい、みんな、タちゃんおす、せいやでおす、ちょっとあいつ、すごいですね、ジミーと生かしたあいつ史上、一番コメント来てますよ。あ、そうですか。素晴らしいですね。じゃあもう頼んだんですよ、僕。頼んだ、みんなで、お願いです。組織票っすよ。全国、東京の方から名古屋の方まで友達できたんですよ。ね、いやー、はい、本当に、はい、実際東京の方で全国区の活動をされていたというですね。あ、はい、ね、私、四街道ネイチャーというやってました。ラップグループをされてまして、はいはい、びっくりしたんですよ。ヤイズテレビにメッセージがこうダイレクトメッセージ来て、出たがりだもん、ね、来てマイク・アキラと言いますが、ヤイズテレビに出させていただけないでしょうか的な感じでプロデューサーの青木さんから来て、マイク・アキラさん、ありがとうございます、四街道ネイチャーのマイク・アキラさんからいきなり来て、マイク・アキラよ、しかも八重洲在住だったんだ。そう、八重洲在住。四街道ネイチャーって、四街道ってのは千葉のね、地名だから、もうみんな千葉の方だと思ってたんですよ。そうですよね、そうよく言われます、ね、はいはい、そしたら、まあ、四街道ネイチャーは今活動をちょっと休みしてるんですけれども、はい、その後地元はもともと八重洲、ずっと、あ、なるほど、はい、たまに埼玉行ったりして、はい、向こうで活動したりして、住んだりしてやってました、はい、今はもう八重洲に構えて、で、ですからその辺で働いてます。もう本当にだからバリバリのレジェンドです。四街道ネイチャー今お休みしてますけど、本当ですよ、ね、リトルバードネーションっていう、ラップのこう、はい、いろんなラップのグループが、ね、所属する、はい、まあ、ものにありまして、有名なところだと、ね、LB ネーションですね、スチャダラパーとかね、東京ナンバーソウルセットとか、はい、お世話になりました、ね、素晴らしいですね、化石サイダー氏は、あー、はい、彼はあれですよね、川根の人ですからね、すごいですね、だから、うん、ラップの人ってあんまり見ることは、まあ、正直私たちも含めてあんまりないんだけれども、はい、それでもこういろんなところで独自の活動をされてるんですね。独自の、まあ、いろんなこうそれこそこう、はい、普通に単なラップの人って、実際ラップの人って言っても、アキラさん、なんか
別にすごい、はい、もう 俺ラップやるぜみたいな感じじゃない。そうかじゃない、ね、一般のラップの人とちょっと違うっていうか、でも実はいろんな人がいるんですね。ラップやる人でもね、はい、こういう人もいますし、こういう人もいるし、もうなんかあのサラリーマンみたいな人もいますよね。ラップ僕どんな感じですか。どうなんだろう、なんか弱気なラッパー。ものすごい、さっきそこでものすごい緊張してたじゃないですか。緊張してた、カチカチって震えちゃって。そうですよね。それでもね、こういうことはあんまりないんで。いやいやいや、かなりね、しかもね、かなり入念に打ち合わせをしてたんですよ、事前に。はい、事前に2、3回しましたからね、打ち合わせ。はい、そうなんです。そうですよね。コーヒー美味しかった。座ってラップでやることないんじゃないですか。座ってラップでやることないですね。ね、だから申し訳なかった。いや、いいですよ。でも立ってもやろうと思ったんですけど、体力が持たないなと思って。何言ってんですか。何言ってんですか。ちょっと今ね、サボり気味で。サボり気味で。はい。はい、ちょっと体力作り。大体どのぐらいのキャリアというか、来年ぐらい前からいわゆるラップをやってこうっていう感じになったんですかね。19歳の頃。19歳。今42なんですけど。大丈夫です。19歳の頃に、はい、お母さんに。お母さんに。歌やずっとやってたんですけど、ギター弾いて、はいはい、作ったりして。で、あんた音楽で有名になりたいなら踊らなきゃ、踊ることができなければダメだよって言われて。お母さんに言われた。はい、ファンキーなお母ちゃんですね。はい、畜生と思って。あ、畜生と思って、はい、でダンス部に入ったんですよ。ダンス部に、大学のサークルの、はい、それで先輩に、はい、ね、シャダラパーさんとか、はい、イーストエンドとか教えてもらって、で聞くようになって、はい、それで音楽の方がいい、もうダンスは基本習得したから、はい、あとは歌の方がいいなって、やっぱり戻りたいなと思って。あ、なるほど、はいはい、それでラップ、その音楽が、そこで選んだ音楽がラップでした。なぜラップが選択されたんですか、そこで。あ、そのダンスミュージックって言うと、やっぱヒップホップじゃないですか。ヒップホップ、ダンスミュージック、踊りだったんですよ、たまたま。ヒップホップっつったらやっぱラップ、はいはい、あ、なるほど、そういう流れだった。で、日本語ラップとかもあって、すごい今、はい、それこそスチャダラとかイーストエンドとかは本当にいわゆるラップブームっていうのがあったんですよね。はい、はいはい、ね、コメント踊ってって入ってます。踊ってって、イソギンチャクだぜ。それやいじ、メジマグロ食ったぜ。売れるための踊り。今日はイソギンチャクモードです。素晴らしい。すごいですね。全然見えてなかったね。あ、そうなんですよ。そう、コメント、はい、ものすごい勢いでね、コメント入ってて、はい、追い切れないんですよ。すごいですよね。だからで、はい、もう20年以上あ、やってますね、ヒップホップ、はい、ラップをやってきて、はい、で四つ街道ネイチャーはね、本当にもう全国区の有名な、はい、ね、グループになったわけなんです。ありがとうございます。どうすか、なんか結構やっぱこう、はい、大きな盛り上がりみたいな中にいた自分が あったんですけど、はい、僕それに溺れちゃって、はい、溺れちゃって遊んじゃったんです。遊びすぎ。そうなんだ。それでもう、スキル鍛えないで、はい、その酒に溺れちゃったんで、あら、それで、その実家帰らざるを得なくなっちゃって。そうなんですか。それで、はい、実家ででも畜生と思って、ラップ自力で鍛えて、はい、今のスキルになりました。あ、すごい。、はい、じゃあ実家焼津に帰ってきたのは結構前に。そうですね、もう15年ぐらい前で、15年ぐらい前にいわゆるソロでマイクアキラの活動をされてて、はいはい、動画が上がってるんですが ね、 焼津撮った。動画めちゃめちゃ焼津じゃないですかね。浜遠目とか行って、はい、浜遠目でこうして、ね、はい、あれかっこいいっすね。あれかっこいいっす。でまたあのビデオでいいのは、はい、焼津かっこいいじゃんって思うの。ああ、そうですよね。焼津ってかっこいいっすよね。工場の跡地とか、そう、工場の跡地とかテトラポットとか、はい、結構クールなオブジェがたくさんあるんですよね。ですよね。なんかちょっと少しサビが出たような、いい味が出てる風景がたくさんある。サビで、あれすごく検索してマイクアキラ氏の動画を見ると、そういうプロモーションビデオに結構ね、はい、見てください。焼津の風景があって、はい、それがね、ものすごいこう、あ、焼津テレビ的にこれは紹介しがいがある。はい、あ、本当ですか。ありがとうございます。ねえ、そこん
またビデオ撮りたいと思ってるんですよ、ね、はい、はい、ね、あの今はあの YouTube で見られたりとか、はい、あと iTunes で配信とかされたりとかしてるんですよ ね、はい、さっき の、 あのラストライドなんですけども、ラストライド、だからまあ2曲配信してます、ね、はい、素晴らしいですね。そういうふうにあのもう粘り強く活動されてる、はい、身を持ち崩したとか言ってるけどちゃんとちゃんとやってるからね、すごいですよね。身を持ち崩した、ね、難しい言葉すごいですね。身を持ち崩身を持ちいや難しい難しい、そう、あでもあるんですよ、はい、やっぱりあのいろんなこう、はい、なんか紆余曲折みたいなのがね、あ難しい言葉、はい、難しい言葉使ってそうね、焼津に大きな貢献をってコメントついてますからね、すごいっすよね。焼津レペゼンって書かれてる、焼津レペゼン、ね、いや焼津中里生まれ中里一生焼津住んでやっちゃうまい嫌いをねえ、そうなんですよ、ね、はい、そんな感じであのいろんなこう、まあ、いわゆるマイペースな活動をされてるわけなんですけども、ね、はい、なんで焼津テレビに目指したい焼津で出れる場所が何もなくて、はい、ですね、焼津っていうかこの志田地区近辺 で、 そ、 うです、ね、それで、検索してたら焼津テレビっていうのがあるんだと思って、はい、ショールーム落として、はい、それで、はい、おー、青木さんのところにメールしました、はい、おー、こう出たがり屋さんなんで素晴らしいですね、目立ちたがり屋の、いやいや、びっくりしたもんだって、はい、あ、本当ですか本当に、でこうメッセージやり取りするじゃないですか、はい、そしたらあの僕のことを知っててくれたんですねと言ったらメッセージを書いて、はい、ちょっとそれびっくりしたんですね、はい、明さんは明さんで、はい、あ知ってるんだってびっくりしたっていう、はいはい、嬉しかったです、あとっても嬉しかったです、ね、やっぱ僕はあのほらあのコンピューターミュージック、ヒップホップじゃないけれどもコンピューターでやる、はい、あそうですね、ってなるとやっぱりちょっとこう、はい、少しダンスミュージックとかそういうところで、はい、辛い、そうですね、辛い、それもありがたいですよ、津田の動画も見てくださってるし、ね、そうね、でもね最近ねあれなんですよ、動画もね、津田院の歌はいい、歌いい、ありがとうございます、津田院歌いい、そうありがとうございます、ちゃんと韻を踏んでるんですね、素晴らしいですね、ね、ちょっと思いついたんで言って、いやいやいや素晴らしいね、あの曲としてカチッとこう歌詞が決まってるのもあるし、はいはい、あといわゆるフリースタイルでどんどん重ねていくっていうのも両方やるんですね。あ、僕ですか、ね、はい、あります、ね、いや僕ねあれのねあのねフリースタイルがねできないすごいですよね、あれはフリースタイル、どうやってこうどんどんその場で言葉を、はい、言葉湧いてくるんですかね、なんなんですかね、やっぱ乗れてる時と乗れてない時の差が激しい、体調によっていろいろなコンディションが、なるほど ね、はい、なんかこう意味とかそういうのは置いといてとにかく乗り重視で、はい、そうですね、はい、やいずたいずたいず住む道、俺はずっとこのまま行くぜ、やいずシティ高くせ山を見下ろし、ロシアじゃ違うぜ、ジャパンはすげえ、よく意味わかんない、意味わかんない、すごいなんかちゃんとでも高くせえまなんです、はい、高くせえまね、はい、あのもう八重洲にいればどこでも見えますからね、あそうですよね、目に入っちゃいますよ、ね、501メートルですからね標高ね、あそうでしたっけ、そうなんです、さすがジェミーさん、いやだからね、はい、そういう地元にへのなんかヒップホップの人はでも地元へのこう、はい、なんて思いって強いですよね、強いですね、ね、はい、なんか他の音楽よりも、はい、ヒップホップの人はいやラップの人はすごいそれが強いのは、うん、なんでなんですかね、なんでですかね、ね、あとあの家族とか友達とかってすごい大事にするじゃないですか、そうですね、はい、そうですね、で他よりもずっと強いのはなんでなんだろうなって、はい、まあ普段から思ってたんですけど、なんでですかね、なんかそれが一つのスタイルになってるんですかね、そう、いや全くですよ、もうね、もうなんかふるさと捨てた男と言われても構わないですからね、やっぱでも42になって、はい、改めて家族のありがたみが分かって、やっぱお母さんを大事にしないと、お母さんを大事にしよう、そうです、今迷惑かけちゃっても恩返しできないから、はい、どうやって恩返ししようとも考えてるんですよね、やっぱでも話すことしかないな、会話して、はい、
楽しませてあげたり、はい、時には言いたいこと言ったり、そういう風に過ごしてるんですけど、そうしかないですよ、はい、話すしかないですよ、話すの延長線上にラップがあるのかな、はい、あ、あります、あ、そうです、そうですね、歌も一緒ですね、盛り上がるとやっぱ歌いたくなったりする、はい、ラップもしたくなる人がいるんじゃないですかね、なる、あ、コメント入ってますね、ごめん、親孝行ラッパーいいよってすごいツッコミ入ってますね親孝行ラッパー、ね、汗やベイビースカルスカルセイヤさんスカルセイヤさんスカルがあすごいですね、親孝行ラッパー、本当にそうです、親孝行できてないですけど、できてないです、いや気持ち反省してる、いや本当にでもね、あの今日も、まあ、ちょっと用事があって実家行ってたけど、はい、あの実家でご飯食べるだけであんまり嬉しかったりしますよね、あ、そうですよね、そうですよね、わかります、でなんかいろいろくれるじゃないですか、はい、ね、あの、うん、あ、そうですね、持ってきな、そう、これ持ってきなで絶対食わないものとかくれるじゃないですか、どら焼きとか、はい、ど、はい、どら焼き4分の1くれましたよ今日4分の1なんですよ、だから4分の3はどうやら母が食ったらしいんですけど、あ、その4分の1、何それは、何、あの家族の絆的なものを表してるのかみたいな、そうですね、そう、なんか ジョークも込められてる、そうでしょうね、うん、もうあんまりもうね、温かいですね、温かいですね、いやー本当にね、そうだから、ね、家族、ね、家族の、そうだから、あ、少しちょっとね分かった気がします、あの、そのね、か、あの、そう、ヒップホップとの家族のつながりとか、で友達もすごいもんだってものすごいコメントくれるもん、なんかね、あの音楽の、実際でも音楽の人のつながりなんか強いですからね、はい、あ、そうですね、やっぱ同じ趣味、同じでも、このメンツは、はい、音楽やってないんですよ。あ、そうなんですか。それで配信してて、はい、で僕がいろいろ歌ってたりしてたら、はい、慕ってくれたんですよ。あ、すごいっすね。はい、ああ、そうか。だからこっちを振り向かす。みんなラッパー、嘘ばっかり。みんなラッパーですっていう。ちょいちょい応援しますとかね。はい、楽しいっすねこれね。はい。はい、インフマないラッパー。難しいですよそれで、だから、あ、そうかそうか、もうやらなくても好きな人がどんどん集まってきた、はい、そうですね、あ、素晴らしいですね、そうだね、つまんないとね、人集まんないですから、はい、これはね、アキラさんの実力でしょう、あ、こういう出会いだからこそ、はい、余計に絆が強かったり、はいはい、信者ですとか書いてますからね、信者すごいですねもうね、あ、チャンス、ありがとうございます本当に、いえ、ありがとうございます、そう、あの、またね、あの活動っていうか、いわゆるライブ活動とかは結構もう全国っていうか、まあ、首都圏が多い、そうですね、そうですね、今度、はい、県外じゃないですけど今度あのボランティアでやるんですよ、おお、ボランティアで大村小学校と東松小学校、おお、小学校で文化祭で、文化祭でボランティアでラップ、はい、何やろうかなと今考えてるんですけどそりゃもちろん親孝行するのラップするでしょう友達とまだ作ってないですね、まだ作ってない、いや小学生どうかな、そのビデオの、ね、PV の曲をやろうかなと思って、はい、あ、いいですね、それで、飛び跳ねさせて、いいですね、はい、あ、子供飛び跳ね好きですからね、パワーに負けちゃいそうだと思う、いや本当にね、はい、それでピカチュウのキャップですか、ピカチュウ、これはピカホワイトって言いますねピカホワイトすごいなちょっとこれは、そうですね、そういうのを受けるようにかぶってますね、そう、なんかこうツッコミ待ちですよね、はい、本当に、そう、ありだと思います、はい、ありがとうございます、おー、ありがとうございます、だそう、ね、だそうす、ね、じゃあ小学校のボランティアで、ボランティアで学祭で、学祭で、はい、小学校学祭、はい、すごいですよね、効果をラップで、効果をラップ、あー、なるほど、あー、大変だな、そうですよね、そう、八重洲テレビざわついてますからね、そうなんです、ざわついてるのはあの上りが倒れかけたんですけど、あー、ほんとねえ、そう、あと5分ですよ、あと5分早い、はい、何喋ります、いや、何喋りますよね、もうね、ねえ、そう、緊張しちゃって、緊張してるんですね、はい、ねえ、
いつものそのなんかフロアでやるのよりも緊張するんですか。そうですね。そうなんですか。なんかこの雰囲気にやられちゃいます。ね、あのビビっちゃって。はい、でもねもうねこのね、はい、こうなんかライブ感すごいですよ。はい、ですよね。そう、人によってはなんか、はい、あの全然こっちと別世界になっちゃってるけど、みんなこう。今アキラさんにみんな注目してる感じしますからね。ありがとう、ありんとう、何やるか分からないところがすごいね。注目せざるを得ないっていう。何が飛んでくるか分からない。本当っすよ。もう、ね、すごいですよね。ありんと、それでも緊張してるんですね。じゃあ素に戻っちゃう時があるんですよ。はいはい、素に戻ってビビリアキラになるとビビリアキラ震えちゃって、マイクアキラがビビリアキラに、はいはい、そうなんですよ、ね、あれ大丈夫です。服まくりすぎちゃって、服まくりすぎちゃって半ズボンになったじゃないですか。長ズボンがすごいですね。いや、あのね、いや大丈夫です、全然問題ないです、はい、あのね、なんかね、緊張してようがなんだろうが、はい、言葉の端々がそのヒップホップの、はい、まあ、フリースタイル的なところで鍛えられてて、あの端々が面白いんですよ。本当ですか、配信で毎日練習してますからね。練習してますから、はい、そうですね、自分でも配信されるんですね。あ、自分で、はい、配信してます、はい、ショールームで。違うやつ、違うやつ、ああ、すいません、ここはちょっと、はい、あの、はい、聞かなかったことにして、はい、まあ、いろんなね、え、やっぱいろんなやつありますよね。やってると鍛えられますしね。鍛えられますね。ありますよね、はい、でそれでもうなんか緊張していても端々に面白ワードが、はい、あーで放り込まれるわけですよ。はい、ワードイズボーンとか、ね、おあの、ね、何のために練習してんだって感じですけど、なんかもう喋るのが好きで、はい、こうやって携帯持っちゃうとどんどん喋りたくなっちゃって。あ、なるほど、はい、今ちょっと滑ってますけど。そんなことないです。滑ってますって言っちゃダメですよ。あ、いい感じなんですから。です、ね、今初めていい感じすげえ。もうね、なんかね、いい感じ、嫌な感じ。そう、あのね、これね、僕の仲間もね、結構見てくれてるんだけど、ですか、あのね、その時に、はい、あの放送の後、あのジャッジが入るんですよ。ジャッジが入って、何のジャッジかっていうと、はい、ジミーが勝ってたか負けてたかのジャッジが入るんだけど、今回はちょっとね、旗3本、マイクアキラ、旗3本ですよ。いや、分かんないですよ、分かんないですよ。それ聞かせてください、どっちが勝ったか。どっちが勝ったかも何も、もうね、完全にもうね、僕はアウェイですからね、今ね。いや、そんなことない。超アウェイですよ、もう。中東ですよ、中東ですよ。マジですよ、もうね、サウジアラビアぐらいアウェイですよ、本当に。もう、ね、さっき私、中東って言ったら、向こうで中トロって言いましたからね。何にも伝わってないですから、ね、すごいアウェイ感ですよ。ね、本当に。いやー、すごい、なんかね、僕は勉強になりましたわ。実際勉強する、胸を借りるつもりで来たっていうのはね、確かにその、はい、マイク・アキラさんとね、こうやってトークができるっていうのがね、はい、本当に僕としてはね、あの嬉しい半分、どうしたらいいやらっていうのがあって、ね、全然問題なかったですよね。こういうスタンプあります。あります。あります。ですよね。で、時々ヒップホップを逸脱するところがすごい。それヒップホップのあれなんですか、これ。あ、これ。ヒップホップ的なものなんですか。ギャグイコールヒップホップって考えてる。ギャグっていうか、人を楽しませる、エンターテインメント、エンタメ的なものは全部ヒップホップのくくりになるんだ、はい、でも子供とか言われてますよ、コメントで。子供がびっくりした。そう、毎日トークしてる俺たちは暇です。子供がさっき通ったのは、あの後ろにトイレがあるから、子供近いからトイレが、はい、トークしてる俺たち。ギャグイコールヒップホップ名言って来てますからね。名言、ね、これね、あの YouTube に上がりますんで、うん、あの名言どんどん反芻してください、もう、はい、本当になんかね、すごいなんか、ね、さりげなくすげえいい言葉がたくさん入ってた気がします、はい、あ、はい、じゃあ見直してみますよ。見直してみます、はい、そうなんですよ、もうこれどうだろうね、明らかにあの一人勝ち状態なんで。勝てないですよ。久々にね、YouTube を見返してね、敗北感に打ちひしがれる。打ちひしがれるわけですよ。ひしひし。身を持ち崩すわけですよ。必死ですよ、僕。コメントめちゃめちゃ入ってます。コメント入ってましたよ。ずっとコメント入ってます。これずっと入ってますからね。ねえ。ジミさん明らかに。明らかに。
明らかにですよ。明らかにって言ってローカル感やべえねえ。いいですよ、焼津テレビなんですから。焼津テレビ、ね、最高の番組ですね。最高ですね。ありがとうございます本当に、はい、ね、えいつもはもうちょっと収集がついてるんですよ。すごいです。ねえ。ヤイズ行こうあれ。あ、ヤイズ行こう。ヤイズ来てください。ヤイズいいっすよ。クールな景色がいっぱい。あ、そうですよね。そう、 PV みんな撮るべき。あ、そう。ね、綺麗ですよね。もう、ね、歩いてるだけで。歩いてるだけでなんか心豊かになりますからね。そうですよね。ただちょっとね、あのヤイズって生臭いんですよね。ああ、匂いですか。ツアーとか行ってきて帰ってくると、はい、わ、ヤイズ生臭とかあるでしょ。はい。はい、漁業の町だから。ああ、そうです、ね、仕方ないですよね。ね、行かな、来ないと分かんないですからね、皆さんね。うん、ね、本当に。ね、そんな、とか言われてる。行きたいの、行きたいの後に、ってコメントついてる。大丈夫、いいとこだから。そう。ね、魚美味しい。魚美味しいです。お刺身が。はい。というわけで、もう時間になりました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。小本もマイクアキラをよろしくお願いします。小本もジミーをよろしくお願いします。ジミーをよろしくお願いします。アキラをよろしくお願いします。ジミーをよろしく。アキラです。ジミーです。イエーイ、ぜひぜひ一緒にあのイベントやりましょう。ジミー&アキラ、ジミー&アキライベントやりましょう。イベントやりましょう。ジミー VS アキラ VS で本当にもう完全に乗っかるつもり、マイクアキラのバイブに乗っかるつもりでいますわ本当に。もうこのビッグウェーブに乗るしかないの。ビッグウェーブねえ。というわけで、はい、今日はね、ジミーと生かしたいつ第112回ゲストは焼津ラッパーマイクアキラでした。イエーイイエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、この後は最後の撮影会、もうちょっとそのままスポンサー読み上げろ。おー、スポンサー持ち、そうだ、あまりにすごかったんでスポンサー読み上げろ。ジミーと生かしたい2焼津テレビ、この番組はペットの総合施設 DC キャッスル様、イエーイ、スカちゃんの癒しタイム、イエッ、シンガーソングライターの平様、イエッ、カッパの七子様検索してください、イエッ、古民家カフェカフェあよい様、イエッ、個性心理学認定講師山本優美様、イエッ、ハマソン神エステサロンサロンのピュール様、イエッ、静岡下半身ダイエット専門整体サロン様、イエッ、メンチカツオの焼肉、いや、コーラク様、イエーイ、コーラク、イエーイ、以上のスポンサーの皆様が焼津テレビを支えてくださってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。アリンとあ、もう俺、はい、ありがとうございます。じゃあこの後